なんか画面を通してこっちに語りかけてきだしたよ。おはよう。さあさあさあ、おしょうさんのところへ行くよ。雲海鏡を使ってワープします。そして昇天寺へ。到着。おお、集まっとる集まっとる。これ妖怪の。こういうところは慣れていないので、なんだかドキドキしてしまいますね。雨女と晴れ男のカップル。雨女さん、今日も美しい。それにしても婚活って一体何なんだ。美しいのか。何これ、和尚さんじゃない。はっはっは、よく来たの。今日は一緒に婚活を楽しもうではないか。ああ、妖怪たち。さあさあ、和尚さん、パーティーもう始まっちゃってます。安心しなさい、まだじゃよ。みんな揃ったし、そろそろ始めようかな。さあ、これでやっと。あそこにいるのは、メカブちゃんとワカメくん、昆布さん。それから、晴れ男と雨女、だにね。皆さん、本日はお集まりいただきありがとうございます。それではこれより、婚活パーティーを始めます。よっ、待ってました。今回は講師に一徳寺の和尚さん、ゲストに牧師さんをお招きしました。獣本村にある一徳寺の和尚じゃ。本日は交渉させていただきますぞ。あ、獣本村にあるんや、一徳寺って。雲海鏡でジャポン来ました。USA の牧師さんです。雲海鏡で。お二人とも、ようこそおいでくださいましたの。それでは、一徳寺の和尚さん、お願いしますぞ。ではまず最初に、根変化について説明しようかの。根変化とは、妖怪のエネルギーを固めて、根という塊にすることを言う。その根は他の妖怪に持たせることで、能力をアップすることができるのです。おお、なるほどですの。そして、根同士を合成すれば、さらに能力をアップすることができるのじゃ。コントはその妖怪の思いの結晶なのですね。それを受け取って装備するだな、装備するだなーんて。まるで永遠の愛を誓う結婚。いや、結婚と言うべきでしょうか。妖怪が持っている不思議な力の塊、それがコンじゃ。そして妖怪をコンにすることをコン変化というのじゃ。日本では昇天寺の和尚に、 USA では教会の牧師に頼むとよい。コンになった妖怪は装備することでいろいろな効果が得られるぞい。じゃが、根変化をすると、その妖怪はいなくなってしまうぞ。友達妖怪を根変化するときは、十分に気をつけるんじゃろ。さらに、根は強化することもできる。別の根を素材として強化するのじゃ。素材となる根のレベルが高いほど大きく強化することができるぞい。強化した根を妖怪に装備して、戦いを有利に進めるのじゃ。そうか、それなら、メカブちゃん、僕の根を君に捧げます。え、なんか切ない。その妖怪、おらんなるんやろ。昆布さんが自らコンになったらに。あ、ずれ。メカブちゃん、僕のコンも受け取って。うわ、犠牲がいっぱい。メカブちゃん、罪な女だ。続いてワカメくんがコンに、勢いだけでコンになっていいだにか。これってもしかして、永遠の愛誓われちゃった感じ。嘘やだ。なんかちょっと重い。かわいそうだよ。っていうか私、コンとか一つしか装備できないし。そうそう。コンが装備できる数は妖怪によって決まっておるのじゃ。どんまい、海藻ボーイズ。ああ、そうだ。あなたどっちか持ってかない？マジか。マジっすか。じゃあ遠慮なく。私はどっちでもいいから、欲しい方が決まったら教えて。かわいそうに。かわいそうに海藻ボーイズ。どっちにするか決めた？それじゃあ、昆布さんで。ごめんね、昆布さん。あなたの婚は私が譲り受けました。やったね。さっきの道場はどこに行っただに。私だって、あなたのためなら婚になったっていい。ダメだ。変わらなくていい。君は君までいてくれ。晴れ男さん。何これ。まあ安心しなされ。こうになっても一戦元の姿に戻れるんかい。
ただ妖怪メダルは手持ちからなくなるから召喚はできなくなってしまうんじゃ。そうなんですか。なんだドキドキして損した。まあさっきの海藻妖怪に片割れもそのうち自分で元の姿に戻るじゃろ。あっ、雨女さん、晴れ男さん、さてさて、こんなとこかの。婚活パーティーはこれにて終了じゃ。いやー楽しかったね。ちゃんと商店寺の和尚さんにお礼を言って帰るだによ。ありがとうございます。私肩乗り小僧持っとったっけな。和尚さん、今日は参加させてもらってありがとうございました。楽しんでもらえたようじゃの。わしも一徳寺の和尚さんのおかげで根変化について学ぶことができたわい。根変化したくなったらいつでもわしのところに来なさい。私も勉強になりました。これから USA でも根変化を広めていきたいです。さてさて、やった甲斐があったの。根変化か、なんだかロマン感じるよね。やってみようかな。なんでこっち見てるだに。じー、はあ、本化される。その目はなんだに。ねえ、いいでしょ、ちょっとだけ、ちょっとだけだから。ちょっとってなんだに。ちょっともクソもないだによ。やめるだに。本人が嫌がってる場合は根変化させることはできんからの。じゃあウサピョン、その気になって。何言ってるだに。なるはずないだに。こいつ何言ってるだに。ケッチー、とんでもないやつだに。クエスト、商店での婚活パーティー、バッチリ解決。何？肩乗り小僧を、根変化、肩乗り小僧いますように。肩乗り小僧おるかな。ガチンコ像、ちげえ。肩乗り小僧なんだよ。あ、並び替えできるやん。何順に並び替えになった。レベル、ランク、種族、名前、あ、名前で。おらんやん。もうすでにおらんやん。マジかい。ううう。ってことは、肩乗り小僧を捕まえんといかんわけやね。肩乗り小僧ってどこにおる？なんか確かね、家の近く、なんか家の周辺の、あ、ちょっと待って、戻ろう。家の周辺の車の下とかにおった気がする。ちょっとワープします。そしてあれどこだ。あ、博物館ワープします。ほい、そしてその辺りの車の下をちょっと覗いていこう。え、車とかどっか止まっとる。車、あ、この辺とか。全然肩乗り小僧じゃない。ヨカコーラを手に入れた。車の下でコーラを発見したから何だってんだ。あんなところにまでランディングポイントあったやん。いや、それはいいんだ。車。へい。また違う。じゃがじゃがチップス。いや、だからね、車の下からそんなものを発見したから。この辺とかにもおる？いや、なんかおらんような気がする。お、人じゃないか。こういう駐車場は車が出入りするからぶつからないように気をつけるんだよ。気をつけまーす。こういう場所はあれか、車の下とかにおらんの？見れんのか。じゃあ外かな、やっぱり。よし。ただひたすら車の下を覗いていこうじゃないか。あそこに、雲外橋がおる。あれ多分雲外橋やろ。ちょ、待って、完治の家。完治の家に、雲外橋いるよ。いいな、超便利やん。それで学校にもおったりとかしたらもっと便利なんやけどね。ほらほらほら、どこ？こっちか。この上か。おったー。ペロー。さあ、ここもじゃあ登録。雲外橋を使ってワープはいいよ。とりあえず
トロフィーゲット。イエイ。とりあえず今私、肩乗り小僧を探しよるけん。何もいねえ。道具すらない。ダメじゃん。どこかに。どこかにいないのかね、肩乗り小僧。これは？これの下とか、あ、覗ける。覗ける。妖怪の気配がする。全然肩乗り小僧じゃないんやけど、これ。いやー、ちょっと。肩乗り小僧を集中して探そう。集中的に探そう。お、ここは？妖怪の気配が。違うなぁ。うわ、人面犬じゃねえ、今の。うわって言ってしまった。何もいない。もう人面犬はね、アニメのイメージがすげえ強いから。いいキャラしとるよね。ああ、そこにも。ここ入れる？あ、入れる入れる。勝手に敷地内に。違う。あれは一体何？お餅？なんかお餅っぽい感じの見た目に見えるけど。あ、てかあれか。妖怪がおったら、妖怪ウォッチが反応するか。反応もせんような場所を調べてもいかんのか。この辺は？あー、なんもおらんね。てか、調べるマークすら出てなかったんやけど。お？はてな。どの辺？う、消えた。こっちか。え？この辺？あ、このあたり。さあ、来い。サーチ。どの辺っすか？この。あ、これ？気まぐれゲートもしや。お、だね。気まぐれゲートだね。気まぐれゲートを見つけた。見つけたはいいんやけど、こっちから入れんくね。こっちから入れんくね。こっちか。そよ風ヒルズ宮人。ほい、入ります。気まぐれゲートの中に入ります。お、優雅に犬のお散歩。お、ブロッコリン教会まで来た。奇妙の間、何が起こるかわからない。どういうこと？はてなはてなはてな。牧師さん？誓いますか？え？急にどうしたんですか？誓いますか？同じことしか言わない。これは答えないと話が進まなそうだ。誓いますか？誓います。おう、わけもわからず誓ってはいけません。誠実な人にしか祝福は与えられません。次はもっと慎重に答えてください。ひがみますか？え？親友にイケメンな彼氏ができたらひがみますか？ひがみません。他人の幸福を素直に祝うことができるその心。大変素晴らしいです。それでは、使いますか？はい。いい感じの漢方があるんですが、使いますか？使います。いいでしょう。一つ差し上げます。おー、まずい漢方を手に入れた。近いですか？近い？ USA とジャポンは近いですか？近くないです。その通りです。USA とジャポンはすんごく遠いのです。では、うがいしますか？うがい？外で遊んだ後は手洗いうがいしますか？します。いいですね。外から帰ってきたら、手洗いうがい。風邪予防の基本です。では、うまいパスタ？もはや原型がなくなっています。何それ、ハライチの、ハライチのやつやん。うまいパスタ？食べたい。おお、あなたは正直者です。うまいパスタの魅力には誰も抗えないのです。タラスパが美味しいよ、タラコスパゲティ。これを差し上げましょう。ボンゴレビアンコを手に入れた。何これ？あなたを試すためにいくつか質問してきましたが、たった今わかりました。あなたは天使のような心の持ち主です。さすが私。現代のキッズたちも捨てたものではありませんね。そうですか。こんな質問で何がわかるんだろう。
それではご褒美として祝福を与えましょう。受け取りなさい。お、奇妙の幕クリア。なんだなんだったんだ。これさ、教会じゃなかったら牧師さんじゃなくってまた別の人ってことやろ。ポケットボールを2個手に入れた。なんか知らんが手に入れたよ。ありがとう牧師さん。帰るね。出ます。どこから出てきてんだ。てかここどこよ。あ、なるほど、あ、こんな場所があるんやね。初めて知ったんだけど。じゃあちょっと車の下をまた延々と探していこうか。あ、向こう側にはもしかしてヘリコプターで行くんかな。でも向こう側ランディングポイントないよね。お、この辺おるんやね。妖怪の気配が。あ、おった。さあ来いよ、仲間になりなよ、仲間になりなよ。これ逃げたりとかせんやろうね。逃げないでね。さあ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 、よっしゃ来たぞ。さあ来い、肩乗り小僧。お、3匹。よし。じゃあ早速アイテム。アイテムで、10円ガム。あー違う。10円ガムを相手に。そしてちょっともう一回アイテム。アイテム、アイテム、アイテム。もう使えんのアイテム。はよ、やっつけてしまうって。やっつけてしまうって。あー使えんな、これ。ブラスターも使えんし。どうよ、来い来い来い、勝利。10円ガムなんかで釣られてくれたかな。ドロップ缶の方が良かった。はっ、倒した肩乗り小僧が近づいてきた。やったー。けっ、お前やるじゃねえか。友達になるぜ。肩乗り小僧と友達になりますか。もちろん大歓迎。肩乗り小僧と友達になった。やったね。ニックネームはいらない。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。さあこれで、これで、さあカンチの家んとこのあの運河駅を使って、よし、天正寺へ向かうぞ。おお、運河駅を、はい、ワープします。そして昇天寺、天正寺って言った私もしかして。はい、到着。保証さん、コーンを合成していくかの、コーン変化をお願いします。並び替え、並び替え。さあどこへ行った。肩乗り小僧いるじゃん。今までの時間何だったの。え、名前順で見たときおらんかったことない。おったん。へぇー。では始めるぞ。かー。さあ来い。肩乗り小僧のコーンを手に入れた。よし、これで。他に用事はないです。合成したくなったらいつでもおいで。ということで、間違えた。あ、これでケイタの方に切り替えればいいんかな。あ、それとも使えるんかな。じゃあこれで、あ、もうそっか、切り替えればいいんかな。じゃあ一旦ケイタに切り替えます。切り替え、よし。そして肩乗り小僧のコン、ちゃんとケイタが持っているんだろうね。その辺が不安やけど、一応メンテナンス中って書いとったもんね、あれ。ジャポン側から行けば行けるんかもしれんけども。さあ持ってきたよ。
は、カタノリ小僧のコーンを持ってきてくださったんですね。ありがとうございますです。他の部分の開発は終わってますので、それがあれば完成でございますです。コーンをいただいてもよろしいでございますでしょうか。渡す。はい、それではコーンをいただきますです。カタノリ小僧のコーンを手渡した。あとはこれを使って最後の調整をすれば。大変だ。なになになに、あれ、上司さん、そんなに慌ててどうしたんで、ウィス。雲外鏡とヨップル社の共同開発プロジェクトだが、正式に商品化が決まったぞ。おお、え、お偉いさんが興味を持ってな、トントン拍子に話が進んでしまったらしい。新商品になるんで、ウィス、すごいじゃないですか。ちなみに発売っていつなんですか。明日だ。早くね。そんなことあるの。え、え、え、明日の朝からニューヨーマシティのヨップルストアで販売を開始する。お前のことだから商品の完成はもうすぐだろ。あ、はい、あとはちょっと調整をすれば。え、でもさ、量産せんといかんのじゃない、大丈夫。ならすぐに仕上げてくれ。終わり次第チェックに回して、問題なければ量産に移る。マジか、これから忙しくなるぞ。あ、はい、新人くんお手柄。できた次の日に販売って、すごいスピード感だね。でも商品になるってことは、たくさんの人の手に渡ってたくさんの人のお役に立てるようになるんですね。嬉しいです。だね。あの明日ぜひヨップルストアに来てください。お客様の分も商品をご用意しておきますので。はい、うん、わかった。明日が楽しみでみすね。ヨップルストアに行こう。やったね。もう行って大丈夫なんかな。じゃあとりあえず向かおっか。いやー、これでいつでもどこでも雲外鏡が使えるようになるのか。めっちゃいいやん。ということで、さあ、引きこもり、私のリムジンでニューヨーマシティに出発いたしますか。ニューヨーマシティに行く。では参りましょう。いいね、超かわいいわ毎回。ほい、そしてヨップルストア。一応矢印が出てるけん、もう大丈夫なんかな。あ、こんにちはでございますです。来てくれたんですね。当然。でも商品が見当たらないようですが、もしかして発売できなかったとか。いや、無事に発売されたよ。ポケット雲外大人気でした。あっという間に売り切れたそうです。売り切れ、すごいね。僕も嬉しいです。はい、じゃあ私たちの分は。確かに売り切れってことは買えないの。あ、すいませんです、君たちの分を忘れてましたです。取り置きは。はぁ、そうだろうと思ったよ。昨日のうちに取り分けておいたんだ。これをプレゼントしよう。おお、はい、開発に協力してくれたお礼に、あなたの分です。ポケット雲外を手に入れた。おお、ミニミニやね。ありがとう。え、くれるの。やったー、ありがとう。さすが上司さん、気が利きますね。お、上手。おや、君たち、上手さんも来てたんだね。新商品の発売だったからね、かなりの好評だったようだが。そうか、君たちが関わっていたんだな。と言ってもちょっとお手伝いしただけだけど、実際に商品を作ったのはそちらの君かね。はいであります。私も実物を見せてもらったが、ポケット雲外はいい出来だった。君はセンスがあるようだね。わあ、光栄です。ありがとうございますです。おお、新人くん、これで出世するんじゃないか。雲外鏡さんも研究にご協力くださってありがとうございましたです。こちらこそ、なんとお礼を言ったらいいか。これから皆様のお役に立てるよう頑張らせていただきますね。よろしくね。これで、何？サーチとか、ドリルとか、ああいう感じで使えるようになるのかな。これからはいつでもどっからでも好きな時にワープすることができる。そう、ポケット雲外ならね。なんか誰かに説明しだしたよ、おい。
なんか画面を通してこっちに語りかけてきだしたよ。クエスト、分外鏡をもっと身近に。バッチリ解決。お見事。あ、これで超楽になる。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。